司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。その生前に遺言でできる遺留分に関する、対策の一つとして、結構使われないんですけど、そのもしそれを使うと結構なんていうんですかね、もううまくいくっていうのが、その遺言を書くとき、生前遺言を書くときに、家族もみんなでその遺言内容を決めるというか相談するっていうことですね。例えばお父さんの遺言を書くときに、お母さんと子供2人おられた場合には、お父さんとお母さんと子供2人みんなで集まってお父さんの遺言を考えるというか、お父さんが決めるんですけど、お父さんがこの内容で遺言を書きたい、みんなどう思うか、これでいいかっていうことを相談して、相談というか、そこの遺言を書くよっていうのも事前に伝えておくと、で納得しといてもらうと。だからお父さんが元気な時にもうみんなで相談済み、納得済みにして遺言を書くということになります。そうすると、亡くなってから揉めるようなことはありませんので、大丈夫かと思います。例えばそうですね、子供には相談せずに奥さんと2人で決めてとかって、もうやっぱり跡取りは長男だから長男に相続させようと思ってるっていうことで遺言を書くと、そうすると長男次男は話を聞いてないっていうことになると、次男が怒り出すっていうこともありえますので、みんなでこう決めておけば、もう後で文句を言うことはないと思いますので、そういう方法も一番というか、そういう方法もベストだと思われます。詳しくは当事務所までご相談してみてください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。